男子100キロ級ファイナルに登場です。世界大会は出ているんだという不敵なことを言ってのけた19歳。遠藤会長、このクリメンコの強さはどう見てますか？そうですね、まあ、16歳で世界チャンピオンになったっていうのは、はい、今まで聞いたことないんですよ。あ、そうですか。その天才が今大会注目の、まあ、19歳でそれだけの強さっていうのはまずいないと思いますのでね、はい、今後の戦までは全く危なげない勝ち上がり、この表情。立ち上がり、この表情を変えることはありません。そして非常に力んだ表情のフィンランドスウォッコ。さあ、グリップが固まった。